どうも皆さんこんにちは、着馬です。本日はですね、自己責任でお願いいたしますということで、ヒルトンホテルでですね、対象者限定でですね、ステータス延長キャンペーンがですね、こちら案内されているっていう風になりますんで、本日はねこちらの解説やっていきたいなと思います。ということで、今回ね、自己責任でお願いしますということで、今回ね、このキャンペーンですね、わずか1滞在の滞在でエリート会員資格を維持できます、エリート会員の資格を維持するために登録してくださいということで、こちらね、1回の滞在を行うとステータスがね、2024年の3月31日、まあ1年間ですね、延長っていうのがですね、今ね、案内されているんですよね。で、このキャンペーンなんですけども、元々はですね、中国、マカオ、香港、あと台湾だったかな、まあここら辺の行動制限がね出てる地域の対象にですね、このキャンペーンがまあ案内されたっていう話なんですけども、まあこれがですね、これ以外の方でもね利用することができるということで、まあ海外のブログで拡散されて、まあ今に至るわけなんですけども、これねちょっとねよくわかんないんですよね。で、よくわかんないんで、デスクの方にもねちょっと確認させていただいたんですけども、デスクの回答曰くですね、一応メールが来ている方限定っていう回答だったんですよね。まあ、あ、じゃあそうなのかと思って、まあメール来てる方限定なんだな、なんていうふうに思っていたらですね、まあツイッター界隈ではですね、もう登録できた方もいらっしゃいますし、もうね、ステータス自体が延長になってる方も、まあいらっしゃるっていうふうになりますんで、まあ今回のね、このキャンペーンに関しては、まあ利用できればいいかなぐらいな感じで、まあ思ってね、利用していただければな、なんていうふうに思いますので、まあちょっとね、確定情報じゃないんだったらちょっとっていう方は、まあこの動画ね、そっと閉じていただければな、なんていうふうに思うんですけども、まあ個人的にはですね、今回のね、一番ね、少ない方は本当に一泊で1年間ね、延長できるっていうふうになりますんで、まあ私がね、もし利用者であればですね、私去年ね、ステータス防衛してるんで、まあ私からすると、あ、ステータス延長来ちゃったんだ、みたいな感じなんですけど、まあもしね、私もこのステータス防衛してなかったらですね、多分ね、おそらく突撃すると思いますので、まあ自己責任ですね、まあ利用ねしてみていただければなと思います。ということで、キャンペーンの詳細ね、いきたいと思うんですけども、まずですね、先ほども言った通り、このキャンペーンはもともと中国本土、香港、マカオ、台湾のね、行動制限に行われよってですね、行われた特別対応っていう風になります。で、それ以外の方もですね、現在利用することができるということで、まあ、情報拡散がね、されたっていった形になります。で、期間がですね、2023年の3月31日までにエントリーした方、またね、2023年の3月31日チェックアウト分までに宿泊ね、された方が、今回ね、ステータスの延長が受けられるっていった形になります。その期間が、2024年の3月31日までね、ステータス延長っていう風になりますんで、まあ、ヒルトンホテルのね、ステータスは毎年ね、3月31日で切り替わるっていう風になりますんで、まあ、1年間はですね、延長して利用することができるっていった形になります。で、一応ね、ここからはですね、一応デスクからの回答の話なんですけども、今回のキャンペーンはメールが来ている方限定っていう風に言っておりました。で、このね、ヒルトンホテルにはですね、ちょっと概要欄に載せておきますけども、プロモーション、まあ今利用できるキャンペーンっていうのが、まあ確認できる画面があるんですよね。で、そこにですね、もう登録できている方もいらっしゃいますし、表示されている方もいらっしゃるんですけども、まあヒルトンデスク曰くですね、ここにキャンペーンが表示されていたとしても、メールが来ていない方はキャンペーン対象外っていうふうにおっしゃっておりました。まあ私はね、どこのデスクもそうなんですけども、公式サイトにね、キャンペーンが表示されているんだったら、まあ多分対象だと思うんですけども、一応デスクの回答だとメールが来ていない方は、まあ基本的にね、対象外っていうふうに言っておられました。で、今回のこのキャンペーンなんですけども、このね、公式サイトはわずか1回の滞在でっていうふうにね、記載がされておりますけども、こちらはですね、デスク曰く、去年のね、宿泊実績が足りない方向けのね、キャンペーンっていうふうになっておりまして、ステータスの防衛までの日数が11泊以上ね、足りない方は3泊が必要。6泊以内の方は2泊が必要。で、1から5泊の方は1泊で延長みたいな。まあ、こういった感じになってるそうなんですよね。ですけど、まあ、公式サイトはね、こういった感じで1泊で、ステータスの延長できますって書いてあるんで、まあ、ちょっとこれもね、ちょっと何とも言えない部分なんですけども、まあ、デスクの回答はね、こういった形になってるんですよね。まあ、ひとまずですね、もしね、利用される方は、
とりあえずエントリーして一泊利用していただいて、まあ、ステータスがどうなるのかっていうのをですね、まあ、チェックしてみていただければなっていうふうに思います。まあね、一泊で1年間ね、ステータス延長利用することができるのであればですね、こんなありがたい話はね、ないかななんていうふうに思いますので、一応ね、公式サイトとね、先ほどの、ご自身のね、マイページが見れるページに関しては概要欄にね、載せておきますので、まあ気になる方はですね、ぜひチェックしていただければなと思います。で、一応ね、ヒルトンホテルのデスクの方は、もしね、ご自身がこのキャンペーンに対象かどうかね、気になる方は、ヒルトンのね、デスクにね、電話していただく。これも概要欄にね、載せておきますので、まあそこに電話していただくか、一応ね、日本語対応のメールアドレスっていうのも、まあ、ヒルトンホテルね、あるっていう風になりますので、まあもしね、気になるようであれば、そちらにね、連絡していただいて、確認していただければなと思います。こちらに関しては日本語デスクっていう風になっておりますので、メールもね、日本語で対応することができるそうなので、ぜひね、利用してみていただければなと思います。ということで今回ですね、ヒルトンホテルが一泊でステータスの延長をですね、案内しているということで解説させていただいたわけなんですけども、いや、これ本当にめちゃくちゃすごいですよね。でも公式サイトがね、こう、いつもこのヒルトンのね、公式サイトって、まあ、ここに出してるね、この画面でいつもね、私たちね、見ているので、まあ、おそらくこのまんまなんじゃないかなと思うんですよね。一応ね、よくある質問とかにはですね、対象者限定っていうふうに記載があるので、まあ、これがね、どんな感じで対象者限定なのかがよくわからないですね。一応デスクはね、メールもらってる方限定っていうふうに言っておりますけども、日本国内でね、実際に延長になってる方もいらっしゃるんで、まあおそらくグローバルで利用できるのではないのかなと思うんですけども、まあもしかしたらね、まあ裏技的な感じで、ただ単に漏れでね、これが利用できているみたいな、まあそんな感じかもしれないんで、もしそうなった時にですね、後からね、ステータス剥奪みたいなのもね、まあもしかしたらゼロではないと思いますので、まあちょっとこれに関してはですね、デスクの方もね、どこら辺まで信憑性があるのかね、ちょっとわからない部分もありますので、まあ自己責任でね、やっていただければな、なんていうふうに思うんですけども、まあもしね、私が発信者じゃなくて利用者であれば、まあ発信者であったってもそうなんですけど、まあもし私がステータス防衛してなかったらね、まあ間違いなく利用してみるかな、なんていうふうに思いますし、それでね、ステータス延長いただけるんであれば、そんなありがたいことはありませんので、まあ、良ければですね、まあ参戦してみていただければなと思います。ちょっとね、昨年ステータス防衛された方からすると、いや、マジかっていうところですよね。はい、私もヒルトンダイヤモンド収容で昨年ハワイからね、始めてロス、またクアラルンプールとかもね、ホテル転々として利用させていただいたので、まあこのキャンペーンはね、全然なくて良かったんですけども、まあでも今年ね、ステータス切れる方はですね、ありがたいと思いますので、まあ気になる方はですね、自己責任で利用してみていただければなと思います。ということで今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。